どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。今回はですね、ライズさん、ギャラギターっていう、パフォーマンスビデオみたいなもうちらっと拝見したんですけど、やっぱちょっとムービングが多かったかなっていう感じで、まあ僕の本当久しぶりですね、大好きなリレーダンス、ダンスだっていう発音がないですからね。ダンス、よいしょ、ライズ、ギャラギター、なんかサウンドいいですよね。はい。見たいと思います。まだね、2回目なんでね、名前とかもう少し時間がかかるかなと思います。いやしょ、すげえビジュアル。うう、綺麗なスライド。うう、ういまあ、こういったリレーダンスってこのちょっとした動作ですよね。なんかちょっとしたところでちゃんとポイント取るっていうね、これが僕はリレーダンスすごく好きなんですけどね。こうもう足し、もうポイントで取ったらもう足がぶれない、骨がもうずれないっていう、まあ左肩骨ですけど。うー、さすがですよね。なんかこうヒールトーっていう、そのまあクラブとかヒール、あのトーステップのツイストとかもそうですけど、やっぱね、足先の先まで乗れる人ってやっぱこう面の転換、体の面の転換がものすごくシャープで綺麗で力みがないからいいですよね。まあ、いわゆる基礎が、しっかりしまくってるっていう、ドゥンガンっていう、こうパンパンっていった時にただ弾んでるんじゃなくて、ちゃんと低背屈のアイソレーションだったりとかがすごく丁寧に叩き込まれてるのか、彼のセンスなのか分かんないですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよね。おい、サウンドのがなんかちょっと懐かしいですよね。あ、出た翔太郎くん。これ翔太郎くん以外はみんな韓国なのかな。おお、これはモテる顔してるな。日本人にモテそう。ええー。おお、移動がシャープ。ウィー。おお、すごっ。鳥肌立ってる。おーい、あ、出たね。ヒュー。いやー、難しい使い方するな、これ。何なの？おー。うわー。いいですね。うおー。細か。うわ、このスクープ、こういうとこ。ドドドゥン、これ、わかります？飛んじゃってるんですよ。床から外れてるのがさ、足が。これって、この引き上げの、この、なんていうの？アイソレではない、アイソレの一部なのかわかんないですけど、僕らすくい上げること、スクープって言うんですけど、体のスクープが、股関節が横方向、ラテラルシフトしないで、その情報の方向に、そう、いわゆる、情報の方向か、に、こういうふうに、スーペリアの方向にこう、移動するから、直立に体がね、スッとすくい上げられますよね。情報だよね。棘上筋、スーパースパイ、スパイネイルス、インフラスパイネイルス、棘上筋、棘下筋、皆さん分かりますか？ローテータカフって、肩甲骨のね、インナーマッスルとかっていうのも、インナーもクソも関係ないと思っちゃうんですけど、まあ肩関節にはね、一応肩甲骨のこうやってあった時に、この上に棘上筋、棘下筋って言ったって、小円筋っていうのがあって、肩甲下筋っていうのがあって。
引っ張るね。翔太郎くんまたこうね、別なんだろうね、もうちょっと見たいね、もうちょっといろいろ見たい。しかしもセンターの子もすっげえな。なんかこのライズのメンバーめちゃくちゃフィジカルとスキルパフォーマンス高い気がするんですけど。おい、うわ、なんかめちゃくちゃモテそう。若い子の向井治君みたいな。ウェイ。うわ、切れてるね、こういうの。肌白。英語うまいのかな。うわ、この走り方いいっすよね。グーッと。いかねえよっていう。左足先カーン入ってるけどね、こう体の面がガーンとこうセンターというか右寄りに引っ張られてる感じ、いいっすよね。うー、いいね。ふー、翔太郎くん英語のアクセントもすっごい便利あれしたんだろうな。練習、これが翔太郎くんのあれ、リップでやってるから翔太郎くんのパートなのかなと思っちゃうけど、わかんないけど。翔太郎くんとにかくね、反力の使い方がめちゃめちゃいい、本当に。で、それがめちゃくちゃダイナミックなんですよね。パーンって弾くっていうのかな。うん、かっこいい。この方めっちゃすごいね。ダイナミック、めちゃくちゃその獅子のバランスのパワーが、いいね。なんでこんな自由化されてんだろう。うーわ、うん、お、いいね。こういう柔らかさの中で芯をスッと作るのもいいですよね。いいっすね。これすごいよな。ういー。まあ、ヒル&トーのツイストのアレンジ系なんだろうかな。うー。きた。おお、おい。やっぱこの顔だからね。この全然力みのない顔だから、全然なんかこう難しそうなことやってるように見えないんだけどね。相当っすよ。まず何が綺麗って、全部センターに足が綺麗にまとまって動いてるし、割れてないっていうのかな、線が細いというか。うえい、ふぅ、やば。え、この方すごいの、ほんと、銀の方。うぅ、うえい、なんなのこれ。いやー、いいっすね。この曲がいいね。ちょっとクラシックで。うえい、いいっすね、細けー。おお、おお、いやー、ギターソロいいね。うわ、めちゃくちゃいいな、股関節。これ、この足、このインアンドアウト。うい、きた、細マッチョ。あのキバルンっていう、キバルンくん知ってますか？あの韓国と日本の、まあ、韓国人で歌ってる人というか、彼のチャンネルってこう情緒が面白くて僕ずっと見てるんですけど、キバルンくん、まあ、キバルンくんだと今韓国はやっぱりこうもう本当にどっちかというとゴリマッチョの方が人気がある。多分だから韓国って面白いですね。そのゴリマッチョの世界とこういったアーティストの世界があって、やっぱ
ぱズバ抜けてその K-POP カルチャーって、まあ、僕の後輩とかもね今あの留学していて、そういったなんていうのかな、チラッとしたそのストーリーだったりとか Vlog とか見るとやっぱカルチャーが違いますよね。日本のいいとこ悪いとこありますけど、で僕らのフィットネスサイドもそうなんですけど、やっぱ韓国っていうのはその、エクササイズマシンを器具作るいわゆる工場だったりとかブランドが結構多くあって、そうだ、そういうことを考えるとやっぱ納品するその金額とかも安いんですよね、やっぱ。で自走式のトレッドミルっていうのがあって、ここのまあ日本でいうとハイアルツさんだったりとか、まあいろんなパフォーマンスを重視しているアスリートのジムもそうですけど、まあそれ全部あの大元は韓国なんで、で最近すごく有名な YouTuber さんが導入したレキシコっていうマシンブランドも全部韓国ですから、うん、手頃でいろいろアジア人にマッチしやすいように作られてるのでいいですよね。だやっぱそう考えるとやっぱ本当韓国日本って今何も作れないです、本当に。もういつも僕バトってますけど、いつの日からか日本人っていう人たちはもう引くようになっちゃったっていう、家電製品、車、特に僕が好きなのはこれに、日本人はもう自分の命削って作ってきた人種なのに、なんかもう今はもう何も作らないでこう引いて誰か成功するのを待ってちょろっと見て、あいつ失敗したなって言ったらスーッと逃げて、成功した人にはすぐ食いついていくようなね、本当情けないですよね。めちゃくちゃこれはモテそうだな、この人、この子。ビジュアルのそのバリエーションがすごいですね、このグループも。うおー、すごい足先の使い方綺麗。うおー、こう左足こう行くんだけど、もうこっち脊柱から力流れてるからね、裏股関節から骨盤からと言ったらいいのか、やっぱり筋的動作の派生っていうんですけどね、いいね。もう反力の使い方とこのバウンスの使い方がほんとかっこいいでしょ、太郎くん。このビジュアルとんでもなく好きですね。左手のアクセントもかっこいいね、かっけえ。ういすごいな、このセンターの方めちゃくちゃいい動きするな、ね。好きなんですよね、僕もカン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 ってこうブーンってブレてもパーンってこう軸ができるようなダンスの、ね、いいね。あれ Behind これですよ、なんかこうひおい、これ何回撮るんだろうこれ。翔太郎くんだけ見てられるわ。ちょっとなんかシーウォークっぽいなんか動作もなんかパフォーマンスビデオで入った気がするんだよね。おい、肩も足先ほんと綺麗だね。おい、うん、ポップコーン、かっこいい、いいじゃん、かっこいい、ウェーイ、いいね、うわめっちゃ見てこれ、うわすごいよこれ、翔太郎くんは持ってるぜ、めちゃくちゃ先で撮ってる、なかなか見ないあの撮り方は。うん、ちょっとやっぱこのバッバッバッバってバウンド取りながらの足先の動きがちょっとシーウォークっぽいね、かっこいい。いやーライズさん面白いね、
ちょっとこれからすげえ楽しみ。ダンスプラクティスをもっと見せてください。